日本参议院选举将在后天举行，除了外界关注首相安倍晋三是否能够带领执政自民党跨过修宪门槛以外，在一片激烈竞争中，来自新党改革的东京区候选人高树沙耶出奇制胜，打出大麻合法化的竞选宣言，呼吁选民支持导入医疗用途的大麻，以减少日益该高企的医疗费用支出，为重病患者以及晚期癌症病患者带来福音以外，也希望拉抬他的选举声势。演员出身的高树沙耶为即将到来的参议院选举宣传，大力宣导医用大麻的好处。这名东京候选人所代表的新党改革，首次在民风保守的日本以合法化大麻拉票，在一片陈腔滥调的竞选宣言中显得格外引人注目。高树沙耶指出，尽管大麻管制法令阐明吸食贩售大麻属于犯法，不过如果研究证明医用大麻对健康有好处，何乐而不为？やはり薬や高額医療に依存して、日本の医療費も40兆円を超えておりますので、天然の生薬、漢方という観点から皆様が健康になるのであればということで、世界の医療の現場で医療の選択肢の一つとして広まっているこの医療大麻というものは非常にいいのではないかということでお勧めしております。はい。大麻主要功能为麻痹中枢神经，减轻痛苦。高树沙耶解禁大麻的宣言，听在一些深受病痛困扰的患者耳里，深有同感。私自身もがんを患ってますから、わかるんですけれども、ただ治るがんと治らないがんありますからね。それをいい方に使えれば、こんないいことは患者としてもいいことはないと思いますね。不过有专家直言，大麻合法化还是过于理想和急促的想法，因为考虑到大麻对健康所潜在的风险、社会大众的接受度，日本卫生部现阶段根本不会考虑这个选项，大麻合法化可说是遥遥无期。